と口塗った。はい、今日はツイッターではね書いたんですけれども、ハンターハンターのザステージ、まあハンターハンターのミュージカルを見に行ってきました。イエイ。まあちょっとツイッターではあんまりね書けなかった感想をショールームでね話していきたいなと思うんですよ。そう、まあハンターハンターは私のすっごく大好きな、本当に大好きな作品です。はい、まあハンターハンターを最初に知ったのはあの第一作目のアニメの方だったんですけれども、まあそこから第二作の目のアニメも見て原作も読んでっていう感じだったんですよ。そうで、まあ今回はそんなね大好きなハンターハンターがミュージカルになったということで、これは見に行くしかないでしょうと思い見に行きました。はい、今回はあの天王洲銀河劇場というところであの上演されております。28日まで上演されているんですが、まあ結構人気なのもあって、私めっちゃね席上の方だったんですよ。3階のブロック席だったんですけど、そう超上だった、めっちゃ上でした。こんなに上は初めてだなって思いましたそう、そう、まあ銀河劇場はね私があのあれ何年前だっけ、2年前だよね。2年前にあのマジムリ学園ライっていうチームエイトの舞台で出演させていただいた場所でもあるんですけど、まあ今回そのまあ大好きな作品のミュージカルっていうことで、まあどんな感じになるのかなって思って、そうやっぱ好きな作品で好きなキャラクターもいるし、だからちょっと楽しみだなっていう風に思ってて、そう確かに平日だけどめっちゃ席いっぱいだった、よく考えたら。そうで、まあ私はお昼の会を見に行ったんですけど、それにしても多かったな結構、よく考えたら。うん、結構もう行ける回も限られてきてて、私がその注文する時点で、そう結構もう限られてて、もうこの日しか行けないじゃんみたいになったから急いで予約したって感じだったんだけど、そう個人的にあのハンターハンターの中でイルミっていうキャラがいるんですけど、イルミがめちゃめちゃ個人的に好きだったなって思って、っていうのもあの、まあ、ハンターハンターって2回アニメ化されているんですけれども、まあ、まあ2回アニメ化されてて、もう続投の方が1人もいないんです。1人もは分かんない、ちょっとそこまでは把握してないけど、もうほとんどの方は続投じゃなく、ほとんどのキャラクターは続投じゃなくて新しくキャスティングされた声優さんなんですよ、その第2作目の方って。だからまあやっぱ1作目と2作目で全然違う感じなんですけど、そうなんだけど、イルミっていうキャラクター、あのまあキルアのお兄ちゃんなんです、あのキルアっていうキャラクターのお兄ちゃんなんですけど、個人的にイルミがちょっと1作目の方のハンターハンターに近いなって思って、そう結構あ1作目のハンターハンターって、まあ、イルミは、まあ、男の子なんだけど声優さんは女性の方なんですよ。そうで、まあ、でも2作目の方は男性なんですよ。だからまあ1作目は結構女性、あの女性がやってるんだなって分かるような声、まあ、高めちょっと高めの声、そんな高くもはないけど落ち着いた、そんなに低くはなくて落ち着いた声で、2作目はもう結構もう男性がやってるっていうのもあって、なんて言うんだろう、どんな声っていうの難しいんだけど、
でもまあ本当に落ち着いたちょっと低めの声をしてらっしゃるんですよ。で、あの今回のミュージカルはどっちかっていうとちょっと一作目のイルミに近いなっていうのを感じて、そうちょっとマジで見たことない方は何のこっちゃって思われるかと申し訳ないんですけど、そうなんかそれが個人的にはめっちゃいいなって思いました。まあそのなんでかっていうとやっぱ先に見た方がさ慣れてるっていうのはあるじゃない。まあなんか2作目が慣れてないどうこうの話じゃないんだけど、なんかやっぱ1作目を先に見てたからっていうのもあってちょっとなんかあーめっちゃいいなって思いましたね。はい、そうっていうのをね話したかったの。多分あんま見てる方いらっしゃらないかもしれないんだけれども、そうなかなかねツイッターじゃちょっと言いづらいからさ、そういうことなんかショールームの方がまだ言いやすいなって思って、そうでも多分あんま共感してくれる方はいないような気がする。多分見に行った方いらっしゃいますか、この中で。多分いないような気がするんだよね。そうこれでいたら本当にすみませんなんですけど、まあ、28日は配信があるみたいなのでもし気になる方ってちょっとすぐには行けないなとかチケット取れないなという方はぜひ見ていただけたらなと思います。めっちゃ宣伝してるけど超宣伝してる。っていうのをまあ伝えたかったっていうか誰かに言いたかったんですよ。今回も一人で行ったからさ、もう感想を言い合える人が誰もいなくて、そうでもツイッターでなんかベラベラ喋れるほどでもないし、そう、誰かいないかな見た人マジで見た人求む。まだ公演やってるから、そうまだ見てないよっていう方いらっしゃるとは思うんですけど、あんまネタバレにならない程度の感想です。見に行けてよかったなって思いました。でも多分メンバーであんま見に行った子いない気がするんだよね。メンバーでハンターハンター好きな子いないんですよ、私の知る限り。そうあのハンターハンター好きな子は何人かいるんだけど、メンバーではいなくて、いないのかな、私が知らないだけでいるかもしれないんだけど、でも少なくとも8でハンターハンター好きな子って今んとこいないんだよね。そうまあ好きだった子は卒業しちゃった子だったし、あの春本ゆきちゃんはすっごいハンターハンター好きで、もうそうそれこそゆきちゃんも第1作目のハンターハンターのアニメ見たことあったから、そうそれでめっちゃ話あったんだけど、まあゆきちゃんもいないし、まあ横山ゆいちゃんもハンターハンター好きだったんだけど、もういないでしょう。なんかそういないんですよハンターハンター好きな子。
本当に知らないだけでいるのかもしれないけどさ、イクミ見に行っちゃったの？やっべ、全然知らなかった、見つけらんなかったな。まあそうね、でもゆきちゃんは見に行ってないだろうな。そう、基本的に舞台とか映画って一人で行くけど、やっぱその後誰とも語れないのがモヤっとするよね。そう、めっちゃモヤモヤする。やっぱ誰かと一緒に行けるのが一番いいんだなって思いますね、本当に。チームメイトをし始めた頃、ゆきちゃんとるんちゃんよく見間違えてた。ああ、ありましたね。うん。ありましたねっていうか、まあそういうことありました。普通に本当に間違えられるだけだったら全然いいんだけど、なんかね、わざとじゃないけどね、やってくる人はちょっと私ね、ムッとしましたね。正直。わざといじってくる人はちょっとムッとしました。はい。あ、でも私たちの中ではあんま似てる感なかった。なんか最初の方はなんか似てるなみたいな風に思ってたんだけど、そう、でもなんかちょっと時間が経つと自撮り撮ってもそんなに似てるかって思ってね。そうなんですよ。でもね、ありました。コンサートで撮影可能曲あるじゃないですか。ゆきちゃんの動画でハッシュタグ高岡香織ついてたことあって、私は地味に傷ついちゃったそう、まあ別にね、わざとじゃないからしょうがないんだけど、やっぱ地味にね、ちょっとね、ムッとするよねっていうこともありました。だからあんまちょっとね、語れる人がいないのがちょっとね、苦しいとこではあるんですけど、そう。とりあえず私はだいたいこういう時はお父さんとかお母さんにだいたい感想は言います。見てないけど2人は見だから、まあたまにお姉ちゃんたちに感想言ったりとかもあるんだけど、そう、2人は見てないけど言うそう、
そう、ここがこうだったんだとかいう話をします。そして今回はね、まあやっぱハンターハンターを見に行くから、やっぱグッズは持っていきたいなって思って、今回はこの2つをお供にしてしました、してしました。いたいた。まずはこちら、ランダムグッズで当てたゴンです。ちっちゃめゴン、ちっちゃめゴンと、こちらは大好きなアニアートさんのグッズですね。アクリル、大きいアクリルキーホルダー、もうフィルムにずっと入れてて、今日初めて出してまたフィルムに戻しました。今回はこの2人を連れて行きました。本当はね、ゴンのソフビフィギュア持って行きたかったんだけど、ちょっと連れてきてなかったからさ。そう、やめました。まあ、ちなみに私はハンターハンターで一番好きなキャラはゴンです。その次はビスケ。はい、そう、まあ、それでさ、ハンターハンター関連の話して申し訳ないんですけど、この前ツイッターには言ったんだけど、まあ、そのハンターハンターを書いの漫画の原作者の富樫さんいらっしゃる、富樫先生いらっしゃるんですけど、その富樫義弘展っていうのがね、今度大阪であるんですよ。で、まあ東京で先にやってて、私は東京の方に行ったんですけど、まあ大阪の開催に伴って新しいグッズが出たんですけど、それがね、私の一番大好きなグリードアイランド編に出てくるキーホルダー、カードのキーホルダーなんですよ。そう、グリードアイランドっていうのが、まあ、ゲームなんですよ。そう。で、まあ、すっごい簡単に言うと、カードを全種類コンプリートするっていう、カードをたくさん集めて、まあ、最終的には全種類コンプリートしたら、そのゲーム、クリアっていうゲームなんですけど、そのグリードアイランドに出てくるカードが、キーホルダーになってるんですよ。もうそれね、マジで考えた人天才すぎるんやけど、まあそのどんどん集めていく、まあアイテムのカードもあれば、スペルっていう、スペルだよね、そうそう、例えば、まあ、なんか攻撃カード、技のカードみたいな、例えばまあ、すっごい分かりやすく言うと、どこか遠い別の町に行きたい時にアカンパニーっていうカードを使ったら、そう、2、3人とか4、5人ぐらいで同時にアカンパニーオン、違うな、難しい、例えばまあそうだな、愛媛県の今治市から松山市に行きたいってなった時に公共交通機関を使うとかじゃなくて、そのアカンパニーっていうカードを使ったら一瞬でいけるんですよ。なんかそういうのをスペルカードっていうんだけど、そういうカードも確かキーホルダーになってるはずなんですよ。そう、でもそれがキーホルダーになってて、正直私はコンプリートセットを買おうかなって思ったんですよ。ただ17,600円を出すのには勇気がいる。うん。そう。私、ランダムの箱買いっていうのかな、コンプリートセットを買ったことないからさ。そう、めちゃめちゃ勇気がいるのよ。そう。でもマジで全種類欲しいぐらいにはめちゃめちゃいいグッズなんですよ。
そう、まあね、私は富樫義博店の東京公演の、事後販売、ネット販売で痛恨のミスをしてグッズをゲットできなかったので、まあ大阪会場の後はないのかな、福岡会場の後かもしれないけども、それも一緒にゲットしたいなって思います。まあ、これで送料がかからないっていう利点があるよね。そのまあコンプリートセット買うってなったらいけるかもだけどさ、その東京公演じゃない、東京公演じゃない、大阪会場で気になるのあっても、あでも送料かかっちゃうみたいなことにならないから、はい、特に私はね、何のカードが欲しいかっていうと、聖騎士の首飾りのカードが欲しいな。なんでかっていうと、聖騎士の首飾りかっこいいんですよ。そう、聖騎士の首飾りって何なのかっていうと、ちょっとね、私もそこまで詳しくは覚えてないんだけど、そのさっきスペルカードって言ったじゃないですか。その移動以外にも、人になんかの呪いをかけるって言ったら違うけど、かけるカードっていうのももちろんあるんですよ。例えばまあそのグリードアイランドってすっごい簡単に言うとカードを集めるゲームなんだけど、まあそのカードって限度枚数が決まってるんですよ。3枚とか決まってるんですよ。でもプレイヤーの数ってたくさんいて、でその3枚を奪い合うっていうことも発生するんですね。ごめんなさい、なんかめっちゃ充電器のこれ持ちながら話してるんです。発生するんですよ。でそうなると、まあ相手からいかにカードを奪うかとか、相手からカードを奪われないようにするにはどうするか、まあそういうためのスペルカードとかもあるんですよ。例えば相手が何だったっけ、相手が今何のカードを持ってるかが分かるスペルカードとか確かあったんですよ。でも聖騎士の首飾りはなんかそういう自分にかけられた呪いを無効にするあれがあった、多分それが聖騎士の首飾りのはずなんだけど、普通にデザインがかっこいいんですよ。だから欲しいここまで散々話してきたけど、なんで欲しいかっていうと、それがかっこいいだけですはい、そう、私はもう小さい頃から聖騎士の首飾りへの憧れがすごくて、マジで欲しいんです。なんか2回ぐらいグッズになったらしいんですけど、マジで知らなくて、そんなことだって小学校1年生の時とかは、まあ、そんなアニメグッズ詳しくなかったからさ、そうだから本当に欲しくて、なんかまたグッズにしてくれないかな、プレミアムバンダイさんお願いしますなんだっけ、ハンターハンターのリアル脱出ゲームではピンバッジが出てたから、それは買ったんだけど、やっぱ首飾りだからネックレスでも欲しいんだよね。そう、ガルガイダーっていう魚のカードだけなぜか覚えてるわ。いるよね、あるよね、ガルガイダー。そう、その魚は何も覚えてないんだけど、なんか制限時間内に大盛りのナポリタン食べたらもらえるみたいなのがあったんですよ。そうそうそう、それがガルガイだ。そう、そうそう、ゴンが首からかけてたやつ。そうです、そうです。私はハンターハンターの中で一番グリードアイランド編が大好きなんですよ。はい大きい声で「はい」って言ったけど、まあでも「ハンターハンター」好きになるきっかけだったっていうのも多分あると思うんだよね。そのまあ「ハンターハンター」ってさ、割と何て言うんだろう、ちょっと気味悪いとこは気味悪いんですよ。でまあお話難しいところはちょっと難しいし、で私が初めて見たのが幼稚園生はちょっと若すぎかもだけど、幼すぎかもだけど、小学校1年生とかなんですよ。だから分かんないとことか全然あって、
グリードアイランド編をちゃんと理解してんのか、理解してたのかすら覚えてなかったんだけど、結構グリードアイランド編ってなんかまあ気味悪い部分とかもあるんだけど、なんかそれ以上にめっちゃ熱くて、展開がもうなんか本当にそれこそちょっと少年、王道の少年漫画っぽい展開もあったりするんですよ。でもそれがめちゃめちゃ良くて、もう本当に良くて、最高に、ちょっと熱い、最高に良く、熱くない？良くて、もうだから私はね、ハンターハンターの中だとどこが一番好きですかって言ったら、もう声を大にしています、グリードアイランド編です。やっぱなんかそれがちょっと幼稚園は嘘だな、小1の私に刺さりましたね。はい、もうヨークシーン編はマジで怖くて、もう全然ね、ちゃんと内容入ってなかったと思います私。そうそう、っていう感じですね、っていう感じですねじゃないけど、生きてるうちに終わるんだろうか、ハンターハンター、みんなそれ言ってるね。まあどうでしょうね、わからんね。まあ今日はまあ、ハンターハンターの舞台見に行ったよっていう話からだいぶ話がそれましたけど、いやそれではないけどね、別に。喉が鳴った、まあそういう私はね、もうハンターハンターもう33巻から抜け出せないんですよ。一応ちゃんと買って、最新巻は変えてないんだけど、ちゃんと買ってはいるんだけど、なんか33巻から私読み進めていっていいんだろうかっていう謎のなんかあれに駆られてる、謎のなんだろう、なんか33巻ってすっごい文字の量がえげつないんですよ。で私ね、活字読むの苦手なんですよ。小説読むのめっちゃ苦手で、小さい頃は挿絵だけ見て終わりっていうタイプの子供だったんですよ。だからこれ私のこの理解度で次進んでいいんだろうかっていう、なんか言っちゃいけないような感じがするなっていうのをもう3、4年ぐらいやってますねそう、33巻出た時はすぐ買ったんだけどね、なんか読んでこれって私読み進めて大丈夫なんだろうか、でとりあえず一応買ってるけど進まないっていうね、早く読んでほしいねって自分で思います。ああなんかね、読書好きそうって言われるけど、本当にもうそんなんね、もう外面ん外んもうね、この見た目だけです、本当にね、よく言われる、なんか意外ってマジで活字読むの苦手です、全然本読まない子供でした。はい、なんか中学校1年生ぐらいの時に一時期ちょっと本読むのにハマったけど、本当にすぐ終わっちゃいましたね、全然読まなかった。今どうだっけ、37巻ぐらいまでじゃなかったかな、37か38かどっちかですね。はい、でも私最近ちょっと不安になるのが、結構グリードアイランド編読み進めるのにルールとかカードとかなんか結構難しかったとか覚えるの大変だったみたいに言ってる方がいらっしゃって、私あんまりそこら辺考えずに見てたから、私グリードアイランドちゃんと理解できてんのかめっちゃ不安になってきて、そう
最近ちょっと不安になる。結構みんな言うんですよ、なんかグリーダーランド編はそこが難しかったって。やっぱり私あんま意識してなかったぞそこって思って。そうマジでちょっと不安ですね。はい、なんかそう中1ぐらいの時に一時期マジで小説読んでて、でもマジでって言っても10冊もいってないと思うよ元の読んでないじゃないかってなるけど。そうそう、なんか小6中1ぐらいで私も黒魔女さん通る、やっと通りました。あの黒魔女さんが通るっていう青い鳥文庫さんだったかなのあの小説があるんですけど、結構小学生ぐらいの頃にハマるんですよ、みんな。多分みんな通るんですよ。いや通らない子もいると思うんだけど、で私はそれにちょっと遅い段階で通って黒魔女さんが通るにハマりました。はい、あと一応若おかみは小学生っていうのもあるんですけど、私そっちは読まなくて黒魔女さんの方読んでたね。そう、でもやっぱ本は読んだ方がいいんだろうなって思いながら、まったく読んでないです。漫画しか読んでない。にっこり。グリードアイランドクリアしたら何持って帰る？ああ、そうなんだよ。そうグリードアイランドってあのまあ全種類コンカード全種類コンプリートしたら、その中からあの3つ持って帰れるんですよ。まあ、でもでもネタバレになっちゃうかな。そう3つ持って帰れるんですね。でまあそのグリードアイランドそのカードの中にはあのそうだなホワイトオークワガタだっけ忘れたけど、あのあれ合ってる、あれちょっと違う、あーちょっと思い出せないんだけど、あの白いクワガタいるんですよ、とかなんかそういう生き物だったり、あの宝石だったりあるんですよ。でまあ3つ持って帰れるんですよ、そのアイテムカードで。現実でまあそのカードが実物になるんですけど、やっぱ聖騎士の首飾りだわやっぱり聖騎士の首飾りでしょ、マジで。もうあれ大好きだもん、マジでかっこいい。ちなみにスペルカードを持って帰れないんですよ。そのなんかあのそのグリードアイランドの、まあ、ゲームの中で集めたカード100枚あるんだけどの中からしか持って帰れないんだけど、そうそう、やっぱ私は聖騎士の首飾りですね。でも1枚しかないな。難しい。難しいな。あれ？どうだったかな？難しいな。まあ確かにブループラネットも気になるけど、あとなんだろう。そう、ちなみにブループラネットは宝石なんですけど、まあそれは私の好きなキャラのビスケが、ビスケがあの宝石のハンターなんですけど、やっぱ宝石もうそのブループラネットを求めてきたから、ビスケは。そうそう、私あと一つ思い浮かばないな。もう聖騎士の首飾り一択だわ。あれ、あ、でもあれ違うよね。
忘れたな、ちょっと怖いから言うのやめとこうと。ちょっと一旦グリードアランドの話はここまでにしましょう。止まんなくなっちゃうから、ちょっとそろそろ別の話しよう。もうみんな、あの、わかんない人よくわかんないから、ちょっと一旦ここまでにするね、ハンターハンターの話は。まあでもちょっとここから何の話するかなんですよね。何の話しよっか。今日のコーデは、まあそうですね、割と普段握手会で着そうな服を着ました。握手会でいいか、あの着なりに近いブラウスにワインレッドのスカート履いて、ね、今日一番あのコーデのポイントはブーツなんですけど、今日ブーツ履いたんですよ。そう、ちょっと編み上げブーツ、なんかハンターハンターの世界でそういうのあったよなって思って、今日は編み上げブーツ履こうと思って、ちょっと短めの編み上げブーツで、まあそのブーツがよく見えるようにスカートは、私結構いつもね、膝より下の丈なんですけど、今日は膝丈ぐらいのスカート履きました。そう、ブーツが見える、よく見えるように。私やっぱ長いスカートが好きだからさ、そうそういう感じです。ちなみに今は T シャツ着てるんで、もう帰ってきたらねすぐに着替えたい、私はもうね、はい、すぐに着替えたいタイプなんで、外は外、うちはうちみたいな感じでやりたいごめんなさい、写真ないです、すいません、撮ってないです。だってあの撮っていいような場所がなかったんだもん。そう、撮っていいような場所がなかった。もうね、いやー、もうね、なんか中でそのおしゃれな格好でそんな過ごしたくないんですよ。もう早く脱ぎたい、早く汚れてもいい格好に着替えたい、もう動きやすい格好に着替えたい。そうですね、基本的に普段スカート履かないから、最近ね、お出かけするときスカートよく履くようになったけども、基本的にもう動きやすい格好でいたいタイプだからさ、もうすぐに帰ってきた、もう着替えますね。
写真はないです、残念。はい、ごめんなさいね、残念です。あっさり。あっさり。そう、ちょっと映ってもいいような場所に行かなかったからさ、そうそう。まあ、ましてや一人で行ったからたどりもできないしね。そうなんですよ。一人で行ったから。そう、誰かと言ってたらね、ワンちゃん取れるんだけど、一人で行ってたらね、ダメですね。はい。まあでもお洋服自体は別に皆さんにお見せしたことないお洋服は全く着てないので、なんかいい感じに想像していただける。雑、ごめんなさい本当に。あーでも下のスカートはどうだ、いや履いたことあると思うんだけどな。いい感じに想像していただき、雑、雑すぎて申し訳ない本当に。あ、靴の写真はねあるんですけどね、そうそう、それは自分でも撮れるから、上から撮ったやつはメールには載せます。メール限定です、それは。ちょっとこうではないんですけど、あと何の話しよっかな。あくびが。今何時ぐらいだろうか。9時10分ぐらいかな。さあどうだろうか。あ、9時14分。意外といい線いってた。ちょっと待っててくださいね。ただいま。まあ今日は9時半で配信終わる予定なので、もし9時半になったら教えていただけたら嬉しいです。あと15分ぐらい。何の話しよっかな。
何の話がいいかな。なんか、あ、ちなみに今日は見終わった後ハンターハンターのウェハース食べました。ハンターハンターのシールウェハースのウェハースを食べた。美味しかったウェハース。久しぶりに食べたけど。そう、グリードアイランド編のね、またグリードアイランド編の話しちゃった。まあ、そのハンターハンターのシールウェハースあるんですよ。ウェハース1枚につきシールが1枚入ってて、どうしても欲しいシールがあるんだけど全然当たらない。でも今日ウェハース自分で食べたから、あの1運がたまったと思うんですよ。そうで、あと 2,3 枚あるから全部食べればもうどんどんたまっていく気がする。いやー、当てたいなー、シール。ちなみに今スマホ、私あのずっと透明なスマホをケースにしてて、あの自分でいろいろ挟めるようにしたいなって思って、ずっと透明なのにしてて、あのハンターハンターのシールを入れてます。ちなみにキルアです。キルアとイカルゴっていうキャラクターのあのペアのシールなんですけど、そのね話がめっちゃいいから、でそれ人にもらったものなんですけど、それがめっちゃいいからね、ずっと挟んでる。悠々白書はね、ちょっと冒頭部分しか見たことないんですよ。ただなんだっけ、富樫義博展を見に行った時に、何大会編だったかな、そこまで覚えてないんだけど、なんかその大会のその大会だったかな、クラマと誰かが戦うのがなんかめっちゃ面白そうだったから、ちょっと読みたいなって思った。で私はお父さんに早くレベル E を読めって言われてます。全然読んでない。文庫本ももらったのに読んでない。ごめんなさい。はい、すいません。そうだ、暗黒武術会か、暗黒なんとかっていうのは覚えてたんだけど、もう暗黒なんとかだったらもう暗黒大陸しか出てこんのよ。そうやけん、そう、なんだったかな、なんだったかなって思って、魔界統一トーナメント、あ、2つくらいあるんだ。そこまで分かんないな、ごめんなさい。でも悠々白書ってなんか今でもすごい人気ですよね。なんかすごいなって思う。よくグッズ見かけるもん。そう、なんか何だったかな、あんまり詳しく覚えてないんだけど、ある言葉は発しちゃダメみたいな
だみたいな、なんかたあ戦いがあって、なんかめっちゃ面白そうって思ったんですよ。そう、めっちゃ面白そうじゃんって思って、そう、であんまりネタバレにはなりたくないから、もうあのそこら辺は、あーすっごい原画すげーって思いながら、ちょっと記憶をちょい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 消しながら言ってました。だから全然覚えてない。あの結末は言わないでください。あの記憶から消してるんで、そう、結末は言わないで、ね、記憶から消してます。そう、見てないんですよ幽遊白書は。そう、見てないし読んでないからちょっと分かんないんだけど、いやでもマジでね、とりあえずハンターハンター33巻から抜け出したいなと思ってますね。うん、まあ今日はね、ずっと見に行きたいなって思ってた舞台が見に行けて、とってもホクホクな日でした。今月で舞台どのぐらい見た？まずエリザベス・アーデンと、あとあれも見たしな、漫才ギャングだったで、あとカノーも見たしで、ハンターハンター、やばくない？濃いな。多いな。まあね、その分ね、ちょっとお金もちょっと飛びましたけど。そう、もうね、全然アニメグッズ買ってない。そう、やっぱ舞台はね、ちょっと一個一個のお値段があの可愛くはないので、そうだからその分ちょっと、まあ、グッズを抑えようっていうか、あんま見ないようにしようとは思ってて、一応。そうそう、まあね、そこはね、もうしゃあない、しゃあないです。もう見ます。見ますっていう感じで。でもそう、もう5月もあとちょっとで終わるよ。なんか早かったような気がするな、なんだかんだでね。なんかそう思うと、チームエイトの旧姉妹コンサートからもうちょっとで1ヶ月なのかって思って、そう、なんかちょっとあんま遠い昔の記憶でもないけど、やっと1ヶ月になるのかっていう気持ちですね、本当に。そうそう、
ほんとやっと1ヶ月かみたいな感じですね。爪見ちゃった。何も塗ってないのに素の爪を見た見たところで何もないんですけど。まあ今月末はお話し会、オンラインでのお話し会があります。忘れてないよ。28日はツインテールとあのピューロランドのカチューシャ忘れてません。はい。ただ27日何もコーデが決まってない。ちょっとピンチ。あ、来月カノー見に行くよ。イエーイ。あとそうだ、じゃあ今日は多分この話したら途中で終わるかもしれない。ごめんなさい、またこの話をします。カフェレストマーズさんのお話をさせてください。愛媛県東温市にあるカフェなんですけれども、そこで台湾フェアが始まりましたね。そのカフェレストマーズさんから、まあ、徒歩20分ぐらいのところに坊ちゃん劇場っていう劇場があるんですよ。ミュージカル、オリジナルミュージカルを上演されているんですけど、その作品が可能っていう作品なんですね。まあ舞台が台湾なんですよ。それに合わせて台湾フェアを今やってて、で、あのまあマーズさんはそのチキンカツが看板メニューなんですけれども、そのチキンカツに違うルーローハン足すチキンカツっていうもうすごいメニューが出たんですけど、私実は先にちょっと一足お先に食べさせていただきました。マーズさんありがとうございます。もうね、まずもう香りがもう持ってきた瞬間の香りがすごい、本当にすごい、もういい香り、もうこれだけでお腹いっぱいになりそうなぐらいもう幸せだったんだけど、でまあ食べたらお肉なのよ。もうね結構ボリューミーですよ。私チビだったんですけど結構チビでも満足だった。だからデカを食べる人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。そう本当に、まあご飯の上にチキンカツがあって、その上にあのルーローハンの具が乗ってるんですけど、お肉もお肉でもそうね、あのご飯とお肉で一緒に食べてもいいし、チキンカツとお肉で一緒に食べてもいいし、どうやって食べればいいんだろうってめっちゃ迷いました。なんかいろんな食べ方ができるからね、それはそれで幸せなんだけど。そうそう、台湾ソーセージ気になりました。そう台湾ソーセージ私知らなくって、で私台湾で食べてみたい、違う台湾のお料理っていうのが分かんない、台湾何々っていうのいろいろあるじゃないか。ザジーパイの台湾唐揚げだったりとか台湾カステラだったりとかあるじゃないですか。そのまたね新たに追加されちゃったよ、台湾ソーセージ。めっちゃ気になる、超気になる本当に。あ、じゃあ9時半になったのでここら辺で今日は終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきますね。13位から、13位カーヒロさん、12位ファワジさん、11位メソさん、10位カリネコでも好きだよさん、9位 TKSKG さん、8位飯田ひろゆきさん、7位キャパさん、6位ロミツさん、5位カラスのカーコさん、4位マモさん、3位夏目さん、2位玉国さん、1位がはやちゃんさんでした。はい、
それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。明日はね、もしかしたら午前中に配信するかもしれません。多分ちょっと急に始めちゃう可能性が高いですけど、もし時間に余裕がある方は見てくださったら嬉しいです。それじゃあまた明日、おやすみなさい。またね。